今回は京都木桜のペールエール飲んでみようと思います。酒蔵仕込み京都ビールということで、こういうようなデザインの缶で、はい。で、京都木桜のビールですけれども、結構他にもいろいろあって、前回まあだいぶ前にですね、ラッキーなんとかというビールとかいろいろあって、そういうのもすごく香りが良くて味も濃くて苦味もしっかりあって美味しかったので、うん、いいなっていうイメージありますね。で、この京都木桜のこの色、青色と茶色ともう一種類赤かなんかあったと思うんですけども、その3種類はずっと前からなんかあるようなイメージで、それも美味しいなと思って何回か飲んだことあるんですけれども、今日ちょっと久しぶりにですね、味忘れちゃったので、どんな感じか飲んでみようかなということで、はい、飲んでみようと思います。で、ここに書いてるように麦芽、外国製造で、ホップアルコール分は 5% というふうになっています。それではビール注いでいこうと思います。で、ビールの色はこのような感じで黄金色で、少しこう透き通った感じの爽やかな感じのビールかなという印象ですね。はい、すっきりとしていそうなビールの感じです。香り嗅いでみても、柑橘のフルーティーっていう感じまでいかないとは思うんですけど、まあそういった感じの、ほんのり柑橘みたいな感じの爽やかな感じの香りのビールだなっていう印象です。はい、ちょっと飲んでみようと思います。苦味も程よくあるんですけれども、後味がすごくすっきりとしていて、で、かといって、なんて言うんですか、ある程度しっかりとした味なんですけども、こう嫌な味の残りがないというか、すごくすっきりとしていて、美味しいなと思います。うん。で、香りも程よく甘みもあって、フルーティー、フルーティーというか、まあ、爽やかな感じの香りがあって、これすごく美味しくていいですね。うん。食事中とかにもよく合いそうな感じなので、京都ビールの飲んでみてください。はい、今回はこのペールエール飲んでみました。